読谷発信厨房機器販売沖縄フードマシンの厨房ですよ。このコーナーは読谷村戸屋にある業務用厨房機器を取り揃える株式会社沖縄フードマシンの提供でお送りします。午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの山内はじめです。本日も読谷村戸屋にある株式会社沖縄フードマシンの情報を皆様にお届けしたいと思います。このコーナーでは、株式会社沖縄フードマシンさんより、機械を購入された店舗さんのですね、お声を皆様にお届けしておりますが、今までは、村内の、お店の情報を皆さんにお届けしておりますが、本日は村外のお店の方を皆さんにご紹介したいと思います。それではお聞きください。どうぞ。読谷発信沖縄フードマシンの厨房ですよ。私本日は村外に飛び出しております。早速ねお店のご紹介をしたいと思いますのでね、お店の方来ていただいております。こんにちは。こんにちは。お名前の方お願いいたします。スコーンの店プラスプラスの荒城と言います。荒城さん、本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。荒城さん、こちらのお店どちらにあるんでしょうか。うるま市のキャンの方になりますね。うるま市のキャンね、まあ、沖縄市、あ、うるま市ですねということですので、まあ、ちょっと読谷村との業者さんとはちょっと違ったお答えが返ってくるかと思いますが、沖縄フードマシンさんを知った経緯っていうのはどういったものでしょうか。そうですね、最初友人の紹介で挨拶代わりで終わったんですが、 2,3 ヶ月後にちょっと思い出して呼んだところからつながりました。なるほど。ではこちらで購入された機械っていうのはどういったものでしょうか。ショーケースの方とグラニータマシンになります。グラニータマシン、ちょっと聞き慣れない、機械の名前なんですが、こちらどういった機器なんでしょうか。グラニータマシンは沖縄でいうシャーベットなんですが、シャーベットより氷の粒子の方が細かいため舌触りが滑らかで、滑らかな商品を作る機械になっております。なるほど。ではこちらなぜこの機械を購入しようとされたんでしょうか。夏場の売上対策も兼ねてイベントを出展することも考えていたので、その際に自社商品と合わせて周りがやってない珍しい商品ないかなと思って提案を受けて、この商品開発の方も提案してくれて、シークワーサー果汁で作る新しいシャーベットで出したところ、お客様からも好評でした。なるほど。旧南社長の方から、まあ、商品開発の方も、提案してくれたと。そうですね。なるほど。ではその旧南社長の印象は。情報をいろいろ持ってますし、いろんな人とつながっていることもあるんで、なんか何でも相談できる感じですね。やってることはコンサルですよね。補助金や融資相談もできますし、実際購入した機械も補助金で導入しました。最近リースやローン販売代理店にもなっているそうで、また友人紹介や自社でも何か呼ぶことになりそうですね。あ、なるほど。まあね、今後も友人やですね、まあ、自社で何かあった時も、ね、また呼びたいということでございます。それでは最後にですね、お店の PR お願いいたします。うちのスコーンをメインに売ってるんですけど、スコーンの方は卵の方を一切使わず、あとマーガリン、バターの方も一切使っておらず、ココナッツオイルをして体の方に優しい感じのスコーンになってますんで、アレルギーを持ったお子さんの方とかをにおすすめなお店になってます。それに加えて一応グラニータマシンの方も今シークワーサーだけなんですけど、それ以外にもちょっとまた味を考えて、どんどん出していきたいと思うんで、お近くをよろさえあればぜひうるま市のスコーンプラスプラスの方までお願いします。はい、本日はですねうるま市の、スコーンのお店プラスプラスの荒城さんにインタビューをしました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、お聞きいただきました。まあね、うるま市キャンにございます、スコーンの店、プラスプラスさんでございます。ね、
の荒城さんの声を皆さんにお届けしましたが、まあ、このうるま市キャンということで結構まあ村外の、方は読谷村の方はねなかなか行かれる機会は少ないかもしれませんが、周りにはですね結構お店が並んでおりまして、まあ、いろいろ競合をしているということもおっしゃっておりました。でまたこういう意味でもですね他のお店にはない目玉商品っていうのをね、どうにか作りたいというご要望があったということで、まあ、急な社長に相談したということでしたね。でこのインタビューの後になんですが、まあ、荒城さんがおっしゃってましたが、まあ、お店の売上アップあるいはイベントっていうのをインタビューの中で言ったんですが、それを実現するためにはね商品の質の向上ね、まあ、このお店で行くとスコーンとかですね、主力商品の質の向上ということなんですが、それ以外にもやはりお客様のニーズに合わせてですね、まあ、この商品の種類をコンテンツを増やすということがとても大事だというふうにおっしゃっておりました。で今の夏の暑い時期ということであればやはりこの冷たいものっていうのね、そういうものを導入していかないといけないと思いましたということをおっしゃってましたね。またね、そういった意味で、このグラニータマシンというね、ちょっとね聞き慣れなかったんですけど私は、ね、イタリア語でシャーベットという意味みたいです。でそのマシンを、まあ、今回導入されたということでございました。でこのグラニータマシンね、通常のシャーベットより全然、舌触りが滑らかでね本当に食べやすい商品になっておりますのでね、ぜひお近く通る際はですね、皆さんもご賞味いただきたいと思います。まあ、沖縄フードマシンさんでね作られた、シークワーサーグラニータね、こちらをね、食べながらねスコーンの方をつまんでいただければと思います。で、まあ、この機械の購入に関してはまた助成金の活用というふうにもねおっしゃっておりましたね。さまざまな、助成金というのをね、情報が都度、更新されているようで、まあ、沖縄フードマシンの急な社長の方ではねその情報をいち早くお客様に伝えるということをね、元にしているということでね、導入された店舗さんに、結構通っているということをおっしゃっておりました。でまたこの沖縄フードマシンさんの、ね、情報をですね、また新たにね、雑誌の方で、8月号の、沖縄、なんだっけ、の、ね、雑誌の方にちょっとまた、載るということをお話聞いてますのでね、そちらもねまた来週ちょっとご紹介できたらなと思います。それでは皆様にお届けしてまいりました、沖縄フードマシン情報でございました。でまた来週もですね、皆様に店舗さんの声、お届けしたいと思います。このコーナーは読谷村戸屋にある業務用厨房機器販売失礼しました、戸屋にある業務用厨房機器を取り揃える株式会社沖縄フードマシンの提供でお送りしました。パーソナリティは山内はじめでした。また来週。